渡辺勝三郎から1940年9月24日は日本の内務省官僚。岡山県井原町出身。従三味軍2等。岡山藩士、小正角、渡辺徳一郎の三男として生まれる。岡山中学、早稲田専門学校、共立学校、第一高等学校を経て、1896年7月、帝国大学法科大学法律学科を卒業。内務省に入り内務属となり検地局に配属。同年11月、文官高等試験に合格。奈良県参事官、広島県参事官、福島県書記官、和歌山県、香川県の各第一部長兼第三部長、香川県、京都府の各内務部長などを歴任。1908年7月から1914年4月まで徳島県知事を務め、内務省地方局長に転じた。1917年12月から1919年4月まで、新潟県知事、同年4月から1921年5月まで、長崎県知事をそれぞれ務めた。1922年11月より、横浜市長を務め、関東大震災後の復興に努めた。市長退職後の1925年から1928年まで、東洋拓殖株式会社総裁を務めた。1932年9月27日、近景観志向を仰せつけられた。その後、1936年4月、高松宮家、別当、1937年に、宮中顧問官に就任。墓所は、雑司ヶ谷霊園。ありがとうございます。